ちは。おとといはありがとう。こちらこそ楽しかったぜ。本当になんか、まあいいや、後で話そう。ゆっくりみんなが来てから。 YouTube 毎日最低1回は見てます。嬉しい。いや、なんかそう、まだね1本しか上がってないからね、あれなんだけど、ちょっとどんどんね見ていってほしいです。他のも随時上げていくので。 YouTube、 あ、まだあれでも7センチって出るのかな。 YouTube してください。じゃん。まだ1本しか上がってないんですけど、まあ徐々にね、なんか私的にはまあさすがに一人だし、なんか1回で再生回数がバーンって上がるあれではないけど、何かに当たったらいいなっていう思いです。再生回数が伸びていい感じになったら嬉しい。登録者目標どのくらい、どのくらいかな。まあでもいずれかは10万人とかいったらいいけど、でもまだ全然なんで、なんだろう、ファンの人はもちろん見てほしいけど、ファン以外の AKB 知らない人向けにもなんかこう楽しんでもらえるような、だからあんまりなんかそのチームメイトの話とかアイドルの話とかはまあたまにはするかもしれないけど、ファンの人は絶対見てほしいけど、ファン以外の人にも楽しんでもらえるようにしたいのでって感じ。なんかそう、メンバーのさ YouTube って結構もう AKB の活動のこととか、それはもちろんさファンの人も楽しんでもらえると思うんですけど、ちょっとね私は違った一面でみんなに楽しんでもらおうかなと思って、YouTube 登録しました。嬉しい、ありがとう。ねえ、そうメンバーもねめっちゃ言ってくれて出たいって。嬉しい。いやなんかさお世辞かもしれないけど、でもなんか嬉しかった。すごく結構なんか何人かね言ってくれて、エイトの子たち、なんかそうりんちゃんがね出たいって言ってくれて、でなんか私がインスタのストーリーでお店とか教えてくださいっていう質問したじゃん。そしたらりんちゃんから質問返しが来て、質問返しってか回答が来て、私んちって言ってくれたの。だからちょっとりんちゃんちでみんなでパーティーとかできたらね最高なんですけど七瀬のおごり、いやもちろんね、そのはい、まあ、人数が多かったらちょっとわかんないけど、もちろんねそこは協力してもらうのでごちそうしたいです、みんなに。
ごちそうしたいですっていうなんかほどそんなお金は払えませんけど、でもなんかさ、なんだっけ、結構さ居酒屋とかさ、これショールームってお酒の話していいんだっけ、飲まなきゃ別にいいのかな、なんか結構さ、なんて言うんだろう、まあ、いっぱい飲んだらさやばい額になっちゃうけど、ちょっとずつでおつまみとか食べてたらさ、意外となんかランチと同じくらいの時ない？それはないか。でも割とね、そうそうそう、安いところに行けばね、もちろん高いところは山ほどあるんですけど、3時間で2杯は私より、いや、あの1本目に上げた動画はですね、あれはなんかすごい本当に本当に公演終わり、チームは4公演かな終わりで、でそうなんか YouTube 撮りたいって思って初めて撮りに行ったんだけど、あの時なんかそう心細くて、マネージャーさん本当はねついて来てくれるかなってなったんだけど、その時はたまたまあの予定が合わなくて、なんかもう一人で行こうって思って、本当にあれマジで一人で、マジで一人です、リアルにすごくない？あれはね、もうコミショ、私コミショまではいかないけど、なんか一人のところってやっぱりちょっとさ、一人丸々とかそんなに得意じゃない、でも勇気を振り絞ってもう一人で行って撮影していいですかって聞いて頑張ったの。でも楽しい、なんか寂しいけどちょっと周りからの視線とか、でもちょっとね楽しかった、なんか自分のペースで飲めるし、なんかはぁってなる。いやでも皆さんもやることあるんじゃない、一人で。たまにさ、サラリーマンの男の人とか一人でさいるじゃん、たまにっていうか、まあ、全然いるか。そうそうそう、なんか、うん、YouTube 撮ってる人いないよね。そうやっぱこう動画撮ってることにまず珍しいって思ってみんなねびっくりするんですけど、うん、一人焼肉、一人ラーメン、行ったことないな、一人焼肉とか一人ラーメンはあるわ。カメラ向けながら歩いてる人いると見ちゃう。今後ねちょっともっと頑張っていい動画、まだ本当に初心者すぎてあの動画も下手なところいっぱいあるし、なんか最初に動画を作って声を入れればよかったんだけど、なんか動画がまだちょっと長い段階でアフレコしちゃったの、だからちょっとねずれてるところがあって、でもなんかこう沈黙のところとかをカットしてるとなんかねバランスが変になっちゃって難しかったんですよ、そういうところも含めてちょっと今後頑張りたいと思います。
もう少しで1万回再生、嬉しい。全然もっとね、いっぱいの人に見てもらう。登録者数でも難しい、増やすの。なんか前さ、どっか行った時に、なんかすいませんちょっといいですかって言われて、え、なんだろうって思ったら、あ、僕たち YouTube やってるんですけど、ぜひ登録してくださいって言って、その場でなんか登録みんなにしてもらうっていう YouTuber の人がいて、それやりたい、秋葉原でやりたい。けどさすがにね、ちょっとやばいんですけど、旭川フェス2日間見に行った。あ、ありがとう、楽しかったね。もう本当になんか思い出した、あ、こういうのよくやってたなっていうのを改めて思い出した。YouTube フォローしました。ありがとう。あ、佐々木さん。旭川はね、そう、旭川で本当はね撮りたかったんだけど、さすがにさメンバーもいたし、なんか一人だけ別行動するのはやばい。で、またプライベートで北海道旭川とか札幌の食べ歩きとかしてみたいって思いました。でもみんなとご飯食べに行けたのが、なんかコロナになってから本当にさそういうのがなくて、もうお弁当とかだったから、久しぶりにねみんなでご飯食べに行けたことがね、もうめっちゃくちゃ嬉しくて最高。プリ取りました。青春した。なんかそう、みんなでイオンに行ったの、あの駅前のイオン。いや、さすがになんかちょっと駅前広場でさイベントがあって、でそっから駅前っていうか、その周辺でご飯とか食べに行ったら、まあ、ファンの人絶対いるだろうなって思って、でまあご飯は違うところで食べて、でですね、その後にみんなであそこのイオンに行って、いやさすがに旭川に来てイオンでご飯食べる人はなんか少ないんじゃないかなと思って、地元の人ばっかだから、まあ地元のファンの人はねもちろんいたかもしれないんですけど、まあさすがにいないよねってなって、みんなどっか北海道のもの食べに行ってると思って、みんなでそこで、ね、イオンに行って。なんかね、アイス、クレープ、みんなクレープ食べて、私はちょっと生クリームがあんまり得意じゃないんで、アイス食べました。北海道アイスみたいなやつ。
なぎちゃんが言ってた美味しいクレープ、そうそうです。ちなみになぎちゃんおすすめのクレープ屋さんはチェーン店でした。かわいい、なぎちゃん北海道限定だと思ってみんなにおすすめしてたんですけど、なんかでもなんせ知らなかったけどね、みんなが「えここ普通にどこにでもあるよね」みたいな。かわいい。だからちょっと知らないふりしといた、知らないふりして「ここなんだ、おいしそう」って言って、優しさ。でもおいしかった。クレープはさ、もう美味しいよ、どこで食べても。まずいクレープ屋さんあんまりなくない？あ、でもその私の食べたソフトクリームは北海道牛乳使用って書いてあってめっちゃ美味しかった。そう、めっちゃね濃厚で、牛乳ソフト北海道行ったら絶対食べる。うん、もうねめちゃくちゃ牛乳が苦手な人は本当に無理な味だと思う。でもなんか牛乳の味っていうよりかは乳牛の味、乳牛、あのなんだ、生のなんていうの、生の牛乳の味、臭みがない、生乳かな、あ、生乳かもしれない。あ、そうそうそう、絞りたてみたいな感じ。プリクラ可愛いでしょ。乳牛は牛？そうなの？牛乳、乳牛、牛なんだ。北海道はスープカレーって思われてるけど、スープカレー好きじゃない。好きじゃないんですか。スープカレーは朝食に食べました。朝食はなんかスタッフさんに、なんか朝食にイクラがあるよって言われたの、マネージャーさんが言ってて、え、イクラ食べ放題だよって言われて、で前日にめっちゃテンション上がってたんだけど、まさかのたらこでした。たらこ？明太子か。まあでも美味しかったけど、いくら食べたかったな。お寿司屋さんでは食べたけど、いくら丼なんかね、丼はなんかみんなね丼よりお寿司派だったの。だからよかった、意見があって。私も丼よりお寿司派だったから、なんかさ、なるちゃんとレミちゃんが意外と渋いものを食べてて可愛かった、ギャップ。私も渋いの好きだけど、私も割と好きなんですけど、渋いの縁側とか食べた。
あ、そう、仰天がね、なんか生もの食べれないけど、そうだけどね、エビとかね、卵とか食べてた。それでも回転寿司は行くんだって、不思議で。そう、なんか食べれるものないかなって思ったけど、まあ私たちよりははるかになかったけど、でもなんせもね、スシローとか行ったらラーメンとか食べるもん。ラーメンとか美味しくない？ラーメンとかポテト、唐揚げ食べる。え、食べないのみんな？いや、お寿司ももちろん食べるんだけど。寿司もラーメンも食べたくなってきた。チェーン店、あ、プリンね。プリン、ももちゃんが前にホタテ嫌いだったけど他で食べれるようになった。いや、そういうのあると思う。あとね、あら汁がめっちゃ美味しかった。回転寿司のなんかあら汁、あら汁私毎回注文するんですけど、あら汁がめっちゃ美味しくて感動。魚介ラーメンとか魚屋だけあって、え、そうそうなんですよ。ナルトナルセの絡み多かったかも。ナルナナセでもさ、ナルちゃんとナナセの二推しっていう人いなくない？あんまり。まあでもやっぱ仲いいメンバーとか一緒に見てるとさ、こう好きになりそう。なるちゃんだったら下尾とかさ、なぎちゃんとか、私だったらあやねちゃんとかゆうなとかひだあやとかまりやとかひなことか、なんか入った目に。北海道ではお酒飲んでないですよ。でもお寿司食べてたからさ、飲みたいって思いましたけど、未成年もいるのでね、もちろんお仕事、一応お仕事の一環だったので。バスで登場がかっこよかったね。あれびっくりしたんだけど、もうさ、だってさ、バス着いた瞬間ファンの人たちがもうさ、カメラこうやって構えてさ、いやまだ始まってないよ、やめてよと思ってバスから降りるところもずっと捉えてて、ちょっと恥ずかしかったです。緊張しました。大物ミュージシャン、やばい、ちょっと充電します。一旦隠していい？
スの運転手さんにお辞儀してた。そんなとこまで見られてたの？してたっけ？でも言うかも。ありがとうございましたとお願いしますはね、絶対言いますよ。みんなも言ってますか？タクシーの乗るときお願いします、なんか無料シャトルバスとかもお願いしますって。大事ですからね挨拶。なんかさ、私たちが1日目にやった駅前広場のさステージさ、後ろにさ、後ろにさ本当に一般の人がなんかさ通っててさ、なんか踊ってる時に学生の子たちがさスーって後ろを通って、うちらがたまたま後ろ向いてるふりで、すごいなんかってなった。挨拶から始めましょう、大事です。あ、そうだね、後ろの駐車場からも結構見てたね。後ろから動画撮られてると思って。それもなんか地方ならではのイベント感があって面白かったけど、なぎちゃんがチョコ配ってた。そうなの？バスからスーパースターの途中ね、もうちょっとカッコつければよかったな、あの時なんか、やばいやばい撮られてるみたいな、ちょっと挙動不審だったかもしれない見てないけど、写真は見ました、みんなの。球場でキツネダンス、キツネダンスは見れなかったんだけど、キツネダンスやってらっしゃる方たちはもう見れましたね。みんな綺麗でした、可愛かったです。皆さん本当に可愛かったです。可愛い女の子を見るの好きなんで、本当みんなそう綺麗、美人さん。おはようから始まる世界初めてやったんだよね。いい曲だよね、振り付けも。なんかてか、なんかすごいさ乃木坂っぽいなって、乃木坂感があって、乃木坂になってる気分でした。乃木坂感ない、あの歌曲調が。私たちのリーザ見れたよ、嬉しかった。あの曲かわいい、気に入った。衣装もそうだ、なんか
セーラー服みたいなやつだよね、グレーの。見た見た。私さ、なんかエイトやってる人多いらしいんだけどさ、私全然やったこともなかったし、なんか聞くタイミングもあんまりなくて、あんまりねその曲を知らなかったの最初。でも覚えなきゃと思って聞いたらすごいいい曲でね、こっちの巻きが緩いですね。MV かわいいね。しかもなぎちゃんがかわいいセンターで。あの曲めったにやってないと思う。いやそんなことない、多分ね、その曲が出た当初は結構やってたんじゃないかな。あ、やってないの？善悪、善悪でやってたんだって。みんなヘアスタイルが良かった。私あの1日目はなんかねじりのこのねじるやつやったんだけど、2日目はね珍しくハーフアップみたいなやつ、お団子にしました。あんまりイベントとかでやんないけど、なんか変えたいなと思って。またみんなの写真いっぱい見よう。でもちょっとねいいねしたいんだけどさ、本当にキリがなくなっちゃうので。でも見てます、あのハッシュタグ吉川七瀬とハッシュタグチームメイト旭川100フェスで調べて見てるので、ちゃんと見てます。あと保存してます、いいなと思ったやつは。ちょっとストーリーとかにあげちゃうかも、勝手に。同じ日にさ福井でもねイベントやってたから、そっちの子たちも写真あるだろうね。誰かがきっと YouTube とかにあげてくれるはず。見れなかった人は見てください、 YouTube とかに動画多分ずっと撮ってる人いるよね。今羽田に着陸しましたいいな、お疲れ様でした。それではそろそろランキング読もうかな。13位はしのさん、ありがとうございます。12位はまぐりのアートマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はなちさん、ありがとうございます。10位はかずみちゃんさん、ありがとうございます。9位はのりアートマークだんこ7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はなかなかさん、ありがとうございます。7位はちっぴさん、ありがとうございます。なんか初めての人多くない？そんなことない、ありがとうございます。6位はトータンとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はとしアートマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はおかゆで合ってる？違う気がする。おかゆさん、いや合ってるな、いやわかんない。おかゆさんありがとうございます。3位は KITT さん、ありがとうございます。2位は香港のケーキアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして1位は鍋アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。あ合ってた、よかった、おかゆさんだった。ありがとうみんな見てくれて、Love you。 それではバイバーイ。